こんにちは、ダイスです。今回はマリッピア日本海さんの館内を見学しながら歩いたらどれくらいの歩数になるのかをやっていこうと思います。歩くのに一生懸命じゃなくて、はい、まあ、ゆっくり回りながらね、うん、やっていこうと思います。検索するのはグッピーヘルスケアのアプリです。現在の私の歩数666歩。すごい、覚えやすい、覚えやすい。ここからスタートします。それでは見て回ってこようと思います。30分後にいる箇所があります。今3時ぐらいなので、そうですね、また見ますか。これ目指して回りたい、はい、残ってるのはいる箇所だけ入り口の水槽です。サンゴいっぱい。いや、癒されますね。このまま見て回ろうと思います。企画展示の熊の実です。11月27日まで行ってみます。はい、熊の実に綺麗だね。うん、次行きます。はい、今回夜でした。まず入り口だよ。お休み中コンビ、あれ期待してて気づかなかった。特にヤマトコブシカジカってびっくりした。いるかなって思っちゃった尻尾見えてるやつすごいね。向こうから見れる。あ、見える。ほら、お休み中、うん、うん、こうやって隠れてんだね。ね、面白いよ。トンネル抜けると、はい、大きい水槽です。すごいね。
にエイが、うん、泳いでるよね。すごいちっちゃいお魚いっぱいいる。綺麗。うん。飽きないですね。ずっと見てられるから。順路はこっちです。もう15分歩いてんだ。15分歩いてる。めっちゃ進んでないんだけど、ゆっくり見ながら歩いてるからね。まもなく3時30分とりあえずイルカショー行きたいので移動します。ベニズワイガニ、こうやっているんだね。うん、マダラみたいですよ、書いてあるの見ると。うん、うわ、きれドルフィンスタジアム、はい、行きます。行きます。はい、着きました。ドルフィンスタジアム、はい、間に合いました。もうちょっとで始まるので、これを見てもう一回ね回ります。ちなみに今どれぐらい歩いた？だいぶ進んでる。1820歩。666からだから1200ぐらい。皆さんこんにちは。今回ショーに登場するイルカを紹介します方です。さあ次はこっちも行きます。マリンサファリの方に行きました。下と上がある。上も行きたい。上、上じゃん、うん、そうだしさ、目つぶってるね。見ながらだから歩くの楽しい。うん、寝てる、ね、いい感じ、いい感じ、楽しいね。うん
ごい、壁に魚いるの初めて気づきました。カニとか魚がいる、いろんなの見ながら歩けるのやっぱりいいですね。うん、うん、ちょっと休憩です。今どれぐらい歩いた？2400歩ぐらいです。なので1700歩ぐらい歩いてる感じになります。うん、はい、はい。そしてこのアプリを使ってるということは2回目になります。新潟県主催の歩数競争キャンペーンに参加させていただくことになりました。ありがとうございます。今回はチーム戦で、はい、チーム戦です。新潟県内の陸海空自衛隊さんと一緒の参加になります。応募期間が、はい、応募期間が11月15日火曜日までです。開催期間が11月21日の月曜日から27日の日曜日までの1週間です。はい、はい、応募の方法はグッピーヘルスケアのアプリをダウンロードして左上にあるプラスボタンから新潟県を選択してください。そしてその後ツイッターの新潟県スポーツ課さんのアカウントをフォローして DM で参加の旨を送るか、もしくは専用の申し込みフォームがありますのでそちらからの申し込みをお願いします。概要欄にね、はい、書いておくんで、書いておきますので11月15日までです。よろしくお願いします。そしてチーム戦なので、うん、そうです、選んでもらって、そうですね、選んでいただいて、うん、ご参加するという形です。ぜひダイスチャンネルのチームによろしくお願いします。でもね、うん、自衛隊の隊員さんと歩けるってオンラインだけどさ、そう、貴重だよね。貴重です。まあ、どれぐらいこう自分とこう動いてる歩数違うのかなっていうのも、まあね、見ながら、ね、できますからね。で、新潟県以外の方でも参加できるみたいなんで、はいはい、ぜひよろしくお願いします。で、分かんなければ、はい、うん、スポーツ課さんに、新潟県スポーツ課さんに問い合わせていただければ、はい、まあ、僕の、ね、ツイッターで聞いてもらっても大丈夫です。大丈夫です、はい、で15日までに申し込みをして応募していただくと21日の開催までにコードが届くのでそちらを入力してから開催っていう感じになります。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということでもうちょっと歩こっか、はい、見ながら、見ながら歩いてきます。水辺の小動物、はい、こっち行きます。水辺の小動物来た。寝てますね。ね。うん。他の子たちは今真ん中にいるから。あ、挟まったよ。あといる？その身がすごい綺麗ですね。バイカラーアザラシ。また回ってきてくれるかな。下の方も。海ガラス。すごい近い。ね、近いです。作中です。あれ、あ、すごい立ってる。おお近くで見れてて楽しい。
楽しいですね。ニーカトフィールド、こっち行ってみます。屋外ですね。前回来なかった場所だね。そうそう、ちょっと遊べるようなところが、うん、あります。でも行けるのかな、向こうも行けそう。こっち行けるとこありました。ちょっと登ってみよう、何が見えるのかな。よいしょよいしょ。あ、すごい、建物が見える位置に来ました。休憩するところもあるし、海の近くのところなんですけど、海もね、ここから見える状態に なりました。とりあえず山登ってきたんで降ります。今回来たマリンピア日本海さん、当日の大人で1500円なんですけど、プラス2000円で年パスにもできるんですよね。3回来るとこっちの方がお得です。1年でね。そう、あといろいろね、うん、ありますね、特典がね。特典がある。箱根福島も安くなるんだね。え、ほんとだ、うん、いいね、うん、はいはい、水族館から出てきました。夕日綺麗だったので、めっちゃ綺麗、海のとこ来ました。すごい歩いたかも。5033。ほう、歩いた。ねえ、だいぶ歩きましたね。ってことは4400歩ぐらい。そう。水族館ゆっくり、はい、見学させてもらって、うん、それぐらいでしたね、うん、楽しかったです。見ながら歩くの1日平均が、うん、あのグッピーヘルスケアの中で、はい、新潟県だと6000歩ぐらい、うん、6600歩とかそんな感じなんで、はい、大半歩ける。そうですね、うん、あと2000歩ぐらいだから、うん、15分か20分ぐらい歩けば平均に、平均になりますかね。楽しかったです。はい、はい、ということで今回終わっていくんですけど、はい、あの歩数競争キャンペーン、はい、ぜひ参加お待ちしております、はい、お待ちしております。この動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。ツイッターもやってます。概要欄のゆらでゆか男子チャンネルで検索フォローお待ちしております。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。 See you。